リヒトラブのボルトナ、うん、ハードシェルバック L、 こうペコって折ってペン取り出したいときあります。ちょうど印鑑を入れるのにいいぐらいの深さなんだ。こういうふうに端末を入れておくこともできる、本来はモバイルケース。なるほどね。まだ何かありますか？ありますよ、ありますよ。あ、これだけでも結構おお、あ、いいなってなったんだけど、指サック指サックが出ない。どんどん母さんが通販の人みたいになってきて。皆さんこんにちは、文具ソムリエールの神里です。こんにちは、文房具ライターの木立拓です。本日は私のターンということで。そうだね、持ってまいりました。ちょっと地味な絵面になってますけど、はい、なんかカバンなのか筆箱なのかみたいな感じですけども、じゃ本日のテーマは仕切り多い系文具ということで。そうきたかっていう。年末年始、掃除をしました私、うん、大掃除を、はい、そしたらなんかもういろいろ出てくるわけですよ、文房具が、うん、なんかこう同じものが2つ3つとかあるある、なんかねあるんだけどうっかり忘れて買っちゃってとか、そういうの結構たまってるよね。そうなんですよ、あったの覚えてるけどでも全然見つかんないし取材間に合わないから買っちゃおうとか。はいはいはい、それもある、ありますよね、ある。でそういうのを2020年は託そうと。おう、きっと同じ志を持ってる人いるはずだと思って、はいはいはい、選んでまいりました。お、要は整理収納しやすいものっていう感じ。そういうことです。そんな感じです。はい、一つ目はこちら、はい、リヒトラブのオルトナ、ハードシェルバック L。 はい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 、もういかにもこのオルトラシリーズっていう、あのリヒトさんのね、おじさん文具というと言い方悪いですけど、まあビジネスユース向けのっていう、そういうシリーズなんですけども。そうなんですが、うん、これすごく気に入っていて、まあ、文具なのかって話はさておき、うん、はいはいはい、まあギリ文具でいいんじゃないの。ギリ文具ですか、うん、これ絶対ダメだと思ってもって。まあ開けます、はい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 、ちょっとバック状になっててね、こう取っ手がついてて、うん、開けますよ。ファスナーついてます、うん、ここからこうして開けます。じゃあ文房具を入れています。ノートパソコンがまず入るようなスペースがあって、はい、まあ、ファイルフォルダーもそこに入って、はい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 、でここにバンドがついてるので、うん、持ち運ぶ時に開けた時にポコンとこう、はいはいはい、ノートパソコンが倒れてこないよっていう、うん、13インチとかの、まあ、ノートなら入るよって感じ。13.3 インチのパソコンだったら入りますよ、はいはいはい、で今ここにタブレットとかマウス、ケーブル類が入るよという。そうなんです、はいはいはい、ペン差しを入れるものもあったりなんかしたりして、うん、こういったノートも入りますよというふうになってるんです。まあまあざっくりお仕事道具一式だよねこれ。そうなんですよ、うん、でなんでこれが必要かというと、うん、あの本当にカバンにもう何も入れたくないんです。うんうん、カバンって入れるものじゃないの。仕事道具が重すぎて、うん、はいはいはい、それが嫌で別にしたいなと思っていろいろバッグ探してたんですけど、うん、結局これがいいなということにたどり着いたんですが、うん、なんでかというとこれがですね一つで二度美味しいんですよ、うん、これがね、まあ、硬いんで中入れても大丈夫だよ。ああ、はいはいはい、中のね精密機器とかも割と守られてる感があると。でまあこういうところも見やすいんですけども、うん、すごくいいなと思ったのがこのノートパソコン出して、うん、ここがねこうやって外れるんで、あー、あ、マジックテープでくっついてんだ。そうなんです、はいはいはい、後ろにこうピロピロがついてて、うん、ここに中にこうやって貼れるんだね。貼れるようになってるんですよ。はいはいはい、でこれ外して机の上とか隅の方にこうやって立てかけておけば、うん、ここでこうペンそのまま使ったりとかすることができる。ああ、なるほどなるほど、仕事道具一式がまとめてもうポンと出しておけると。置けるよと、はいはいはい、いうことなのと、うん、でも出先でパソコンとか使うときもあるんですけど、うん、こうなってますよね。でペンとかを取り出したくなったときに通常だと本当に全部全開にしなきゃいけなかったりするわけですよ、ケースに。あ、はいはいはい、ペンを取り出したときにこうしてここまでやってこうしてガバッと開けてっていう取らなきゃいけないんですけど、これはねそれをしなくていいんですよ。ここまで開けてもらえれば、折れる、折れるから全開にしなくて大丈夫なんですよ。だからここペコって折ってペン取り出したいときあります。これ折れるの？折れるんですよ。頭がいい。頭いいですよね。ね、すごいなと思って。だからこれ iPad だけ使えない。ここだけです。いや、ノートだけ取り出したいわってなったらこうノート。はいはい。
でね、また母さんこれ割と綺麗めに入れてるけども、僕らみたいなおっさんって結構こういうのに雑に突っ込んじゃうことがあって、うんうん、そうだからいちいちやっぱ中のものを取り出すのに全開してとかやるんだけど、これはペンとかも普通にペンポケットがあってそのまま抜き差しできたりとか、そうあちょっとちゃんとね小分けのポケットがちょこちょこついてるんで、そう小分けのポケットプラスここの折れるっていうのがすごい相性いいなっていう感じらしいんですよ。なんならもうこのバッグの似たようなのってたくさん出てると思うんですけど、うん、パソコンケースの中にちっちゃいペンケースだけをこう入れたりとか、うん、あとそのままものに入れたりとか、うん、する方も結構いると思うんですよ、はいはい、でこの板があること、仕切りの板があること、うん、そしてこれが外せる、さらにこの中取り付けたまま取り出せるっていうのがはあ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 、で、私としてはまだ嬉しい部分がまだあるの？あるんですよ。ここ取ってね、こうやってね、持っててももちろんいいんですけど、うん、ちょっとね、疲れる、目が、うん、このまま、すぐこうなってる状態疲れちゃうんですけど、ここにあリングがついてて、ここに別売りでね、紐が売ってるので、はいはいはい、肩掛けできるようにできるんですよ、これ。そうすると、この分厚いコートとかダウンとか着てる時でも肩掛けにしたりとかして、うん、これで全部をこう支配されない、片手全部これしか持てないみたいな、はい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 、荷物多くなっても大丈夫、うん、そうか、なるほどよ、これ単体で運用が楽だよっていう。で、多分ね、さっきのこのパカッと折れ曲がるのってバックインバックとしても相当優秀だなっていう感じがしてて、え、マキノさんバックインバックとか使う？あ、今は使ってないですけど、うん、昔は使ってましたね。うん、でやっぱね、カバンの中にノート PC とか入れたりとか、タブレットだなんだろう、ごちゃごちゃ入れていくと、やっぱどうしてもバックインバックにまとめたくはなるんだけども、うん、やっぱバックインバック、バックからバックインバック取り出して、それをさらに開けてっていうのが、手間で結局使わないっていう人も多いんだけど、これはあれだね、もう本当に、出さなくてもカバンの中入った状態でちょっとこうやって折ってこうやってこそこそ取り出すみたいなのもできそうだし、だんだんパソコン使わないよっていう時にこれだけ外してもらってこれバッグの中に入れてもいいし、はい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 、気をつけてほしい、後ろのこの、あ、それがね、ここの部分はこう後ろの部分を折りたたんでもらって、あ、なるほど、ここがちゃんとマジックテープがキャンセルできるようになってるんだ、こうやって折りたたんでなってるのかどうかちょっとよくわかんないですけど、こうやって使ってますごめんなさい、これはあの出して使うものかどうかは、はい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 、使っていいかどうかわかんないですけど、メーカーが推奨してるかわかんない、どうだろうね、でもあのあれでしょ、綺麗にそうなるんで、うん、まあ、なんかそういう予定なのかな、おー、リヒト頭いい、うん、あとあのクリアホルダーに書類を入れているくせに、うん、カバンの中でぐしゃぐしゃにするタイプなんです、私、あ、カバンの中でこのクリアホルダーが折れる、はいはい、あります、なんですけどこれ硬いじゃん、うん、じゃここにクリアホルダー入れちゃって、うん、これに入れて持って帰れば満員電車とかで押されても、うん、紙大丈夫、はいはい、それはこれが硬い、素晴らしい、うん、お、硬いし、ね、硬い割になんだろう、カバン自体の重量はそんなないんだよね、そんなに気にならない重さだっていうこともありますし、さらに肩掛けできるようになってるので、うん、負担が少ないんですよ、はいはいはい、中のあれが独立しては立たないんだよね、独立しては立たない、独立して立ったら、うん、はいはい、最高だったな、そしてバックインバックになるやつはそろそろ出るかな、リヒトさんリヒトへのプレッシャー2月下旬にあのそういうシリーズのが出る予定なんですけど、はいはいはい、ちょっとね、この周りのシェルバッグがないの で、うん、あのシェルバッグのパソコンを入れるガジェット系を入れたりとかする人にはそうですね、いただくといいかなと、はいはいはい、自立するとなおいいんですけど、ね、進化系で作ってます、あ、それを出してテーブルに出した時にどう使う、なんかペラペタンと置いとくのかな、うん、どっかに立てかけ、まあパソコンの、だからまあパソコン使うときはなんかこの状態で要は入れたまんまで要はこうパソコンを打って、まあそっかそっかっていうのはできるし、でこれだけちょっと出しとくみたいな感じになるけど、うん、っていうのもできるね、多分できますね、これもどこも外せる、あ、はいはいはい、このベルトもなんでこうもなる、あ、はあ、まあ
でも大体これぐらい開けばいいかなって感じなんで。それでまあパソコンこの状態で開いて使ってます。はいはいはい。ああ、ようでけてるな。できてるんですよ。ぐしゃぐしゃにしちゃう系の私にはとても。ね、こういう感じです。あはい。おお。そうですよね。はい。はあ。はいな。ね、このオルトラシリーズってビジネス系をね、すごい考えて作ってるんで、その辺のうまさはやっぱりあるね。あのカバンが重かったり、カバンが傷むのが嫌だったりするので、うん、あのちょっとね、メンズ寄りのデザインかなというところは確かにあるんですけど、うん、そうとは言わず、ビジネスパーソンに使っていただきたいなと思っている商品でございます。はいはい、はい、商品名を改めて。リヒトラブのハード神経です。エルです。イル。2つ目は、はい、こちら、コクヨのネオクリップシェルフ。はい、これはね、俺もすっごい好きなんですよ。いいですよね。あのね、要はネオクリップってコクヨの立つペンケースの、まあ、元祖シリーズみたいな感じでね、すごいヒット商品なんですけども、それの、去年に出たやつだったかな、はい。去年の2月くらいに、ね。はい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 。2006年から発売されてるネオクリッツシリーズの最新版ではないです。うん、あ、そうかそうかそうか。それ以降ね、またちょっと新製品が。そう、兄弟みたいなのがいっぱい出てきて、うん、ただそれでも私はこれをおすすめしたいということで、うん、なんかまあね、まあ、平田さんご存知だと思うんですけど、はいはいはい、まあ、こう中を開けていただくと、まあ、ペンを入れるところと、まあ、ここの段がありますよというペンケース。うん、なんですけれども、そう、あの元祖のネオクリッツって要はこうジッパーで開いてここを折り返して立たせるよっていうものだったんだけども、これはもうガバッと本を開くみたいな、開くともうこれで自立しちゃう、はい、そしてですね、うん、今回は仕切り多い系なので、はい、仕切りが多いんですよ、まあ、見てわかりますけど 1,2,3 パッと見あるじゃないですか、うん、でさらにここよく見てたらね、バンドがついていて、そう、でここにもちっちゃいポケットがついてる。すごい。なんかどんどん関さんが通販の人みたいなこの動画やってると、これが便利だなと思って、まあもちろん長物はね入れないといけないんですけど、うん、これあえてあのちょっと長い系のペンを入れてきました。例えば、はいはい、あのトンボの LED とか、うん、アップルペンシルとか、グリーンカラードとか、はい、ちょっと長くて物によってはペンケースに入らないよっていうタイプのものってあるじゃないですか。うん、あの鉛筆とかもね、だいたいちょっとこう長すぎて入んなかったりするんですけども、これはちゃんと入ってます。はい。そして、まあ、絶対使うんだろうなというハサミとか、うん、あとカッターとか、うん、定規とかが、はい、この中に入ってこうペンをこうガンガンぶつかるのが嫌なんですよ。あのね、わかる。でね、大体こういうペンとかのこの細長い棒状のものと定規とかって同じところにズボって筆箱だと入れがちなんだけども、この仕切りすごい、仕切りというかこのゴムバンドすごい優秀なんでね、あの定規みたいな板のものとでペンみたいな棒のものが混ざると定規の陰にペンが隠れちゃって探したいものが見つかんないっていう時割とあるんですよ。それがこうやってこのペンケースの壁面にこうやってベルトで固定しちゃえるんで、すごい邪魔にならない。邪魔にならない。あとファスナーがちゃんと閉まるんですよ。あ、はいはいはい。定規とペンがこう合わさると、なんか妙に場所取っちゃって、うん、綺麗に入れればちゃんとファスナー閉まるのに、はい、ここに一緒に入れてるがために入らないみたいなパターンがあるんですけど、その形状が違うものをここに入れることによって、その障害をなくしてるんです。そう、この辺うまいよね。うまい。で、まあこの状態で完全にペン立てとして使えるということもありだけども、うん、やっぱりネオクリッツシェフというのはこっちだよね。そうなんです。この浅いポケットと深いポケットっていうこの上下の2段が素晴らしいと私は思ってまして、はい、まあ、何が入れられるかっていうと、ね、棚になってるんですよね、うん、これは2段ベッドみたいな、うん、まあ、いろんなものが入れられるのが嬉しくて、私例えばこういう指サック。指サックが出ない。指サック、そうそう、指サックが入ったりとか、あ、ちょっと、ちょっと、ちょっと、500シネットもありますね。とか、あと、
ね、あの去年出た首マーカー、はい、とかこういうちょっと短いもの、うん、やっぱり長いものを前提にしてるのでちょっと短いものじゃあどうするのって話になるわけなんですけど、 そこに沈んじゃうからね、まあ、そうです、そういうのをここに入れておいてもいいですし、うん、まあ、あとは消しゴムとか付箋とか、うん、あとは USB とかね、はいはい、も入れられますし、どっか移動して通勤とかの時にこういうイヤホンを入れといて、これって結構どっかに行きがちなんですけど、まあついてカフェでもいいですし、ご自宅でもいい、どこでもいいですけど、まあここにいる時は絶対なくさないで、私の場合こうイヤリングを結構大きめのをしてるんですね、ちょっと動いたりするのものもあるので、やっぱ電話とかそういうのがある時ってすごいねカサカサカサって邪魔なんですよ。だからもうオフィス着いたらこれ取ってここに入れとく、はあはあ、そうすると絶対なくならないんですよ、はあはあ、そりゃそうだ絶対なくならないの、だってここにいるんだもんこれがね素晴らしいなと思って、アクセサリーも入れられますよ、ね、でちょっとお手洗いの時に手洗う時に指輪がねちょっと気になるなって、もう先にこういう指輪取っといて、はい、で洗って戻ってくれば洗面台とかね、あのお手洗いのところに指輪をね、お客さんもないわけですよ、締め線でもそういう小物を分けて入れられるのが楽だよな。楽です。めちゃくちゃ楽です。でね、俺は基本的にやっぱりもうガチ機能派の人なんで、この浅い方にはさっき関西の一人消しゴムとか USB とか付箋とかそういう小さいもので、こういう長物自立型ペンケースだと大体そこに沈んじゃうものはここに入れて、あとね、ここにあのちょっとコンパクトなものならステープラーとか入るんですよね。ああ。うん、ちょっと高さありますし、ね、そうそうそう、ステープラーにあと要はペンケースに入れる用じゃないちょっと大きめのテープのりとか、うん、ああいうね普通だとペンケースに入れないなっていうものまで入るんですよ、うん、この容量だと、うん、ちゃんとここにねマチがめちゃくちゃありますもん、そう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 、もう入るんですよね、うん、なんかさらに嬉しいなと思ったことがあって、あの、ここ、ほうほうほう、ここのベルト、そうなんですよ、余分なものを入れてしまった、ベルトのループがすごく嬉しくて、うん、なんでこれがいいかというと、カバンの中に入れましたね、ペンケースを探す時に、うん、でカバンの中でペンケースを探そうと思ってこうゴソゴソって見ずにね、私の場合は、うん、やったりとかするわけなんです。そうするとね、この寒い冬の季節何が起こるかというと、ノートの端っこで指切るんですよもうね、もう本当に嫌で、それがもう傷だらけになっちゃうんですよ、はいはい、指が。その時にこう入ってるから、こう持ち上げるだけでいいんですよ。ね、ね、ごそごそしなくても、とりあえずなんかこのループだけ見えたりするもんね、これだけ、カバンの中で。こうしなくていいから、うん、怪我も防ぎます。はいはい。うん、細かい。細かいんですよ。もう引っ張り上げられるの、この。あとはね、今やっぱりサテライトオフィスだとか自宅勤務とか、要はオフィスじゃないところで働くっていうケース割と多いんだけども、もし、まあ、この、ね、東京五輪の流れで割とそういうことも増えてくると思うんだけども、普段からオフィスで使うもの全部これにまとめておけば、どこでももう出して開いて、もうそれで仕事始められるっていうのも大きいよね。さっきの大人もそうだけど、もう完全に携帯型オフィスというか、そういうような感じで使えるのが非常にいいのと、あとね、俺こういうのペンケースで一つすっげえ気に入ってる部分があって、中の色すごい明るいもの多いんですよね。あ、これもね、あのすごい綺麗な水色だったりとか、うん、この中の色が暗いと物探しにくいんですよ。やっぱね、こういう明るいけども文房具としてはあんまり使われてないカラーリングが中に施されてることが多いんで、物が探しやすい。暗いとね、やっぱなんか光の加減で沈み込んじゃって見えないってことあるんだけど、中のものがすごい探しやすいっていうのも非常に大きい。素晴らしい。この辺はね、気使ってるなって感じですよね。私今回実は中に入れた文房具にいろいろと意味を持たせてまして、私はビジネスでもいいなと思うんですけど、うん、今カフェで手帳タイムする方いるじゃないですか。あ、はいはいはい、見かけますね。その系の、ね、グッズを全部この中に入れられるなと思って、今回はちょっとあの手帳タイムで使えそうなものをマスキングテープとかこういったカラーペンとかを一式入れました。あ、なるほど、全部入りますよ。その辺なんか換算っぽいな女子っぽい
や、ぜひね、あのどうしてもあのビジネスで使われることを注目されがちですよ。私もそうって言っちゃうんですけど、うん、手帳タイムなんか仲間、うん、手帳タイム仲間の人たちにちょっとこれはね意識使っていただきたいなと思いました。はい、3つ目、はいはい、こちらパイロットのスタイルチョイスモバイルケースです。うん、まあ、見た目普通のポーチって感じだよね。これハワイの時に持ってたかったなって思ったんですけど、まあパッと見普通のポーチで、うん、開けるとポケットがついてて、うん、なんかペンとかカッターとか入りますよ。内側がすごい、そんなガバッと開くんだ、珍しいな、こういうポーチで。開くなんですけれども、はいはいはい、販売員ってあるあるだと思うんですけど、うん、やたら印鑑出てくるんですよ。あ、そう、絶対に伝票とかで必要なんで、ね、そういうことな、はいはい、印鑑を買うんですけど、うん、印鑑をなくすんですよだいぶなくしちゃいけないやつだけどねだからその安いのでいいんだけどって言って買って、大量に年末年始に印鑑が家から出てくるんですよいうパターンが結構あるんですよ。お店のね、隅の方から出てくる、はい、あるんだ、あるあるなんだ、ある知らないあるあるだよな絶対これあるあるだと思う。エプロンとかにこう入れるんですけど、うん、ちっちゃい仕切りがないっていうエプロンが多いんで、うん、私はそのちっちゃい、なんか、まあ、ちょっと小さめの割と大きいポケットの中に入れて、うん、まあ、そうするとこうペンとか出した時に一緒に飛び出てくるということがあるわけなんですね。じゃあペン入ります。ここにポケットが付いてまして、はい、ここにですね、まあ、インカーですね。訂正印も必要ですから、はい、訂正印も入ります。ポケット入ります。ちょうど印鑑を入れるのにいいぐらいの深さなんだ。そうなんですね。こうして入ります、まあ、USB とかも入ってます。こうすることで逃げないように、うん、でそして従業員必要なのは従業員カードとか、あ、はい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 、バックヤード入るのに使ったりとか、使ったりとか、うん、あとはまあ大きい施設だと、うん、食品を現金で買えない、ランチとかを、はいはいはい、スイカみたいな、うん、チャージするタイプのカードに持ってなきゃいけなかったりとかするんですね。ですので、ここに入れたり、うん、あとはカード型の付箋とか、絶対付箋必要なので、うん、そういったことをここに入れられて、カードでここに入りますよっていうのあ、まだ何かありますかありますよ、ありますよ。あ、これだけでも結構、おぉ、いいなってなったんだけど、いいと思うんですよ、うん、でもこれ、あの名称ごとモバイルケースなんですよ、うん、モバイルが一切ね、今出てこなかった。モバイル要素なかったね、うん、今あの、店舗さんの在庫管理、大体あの携帯端末というかあのスマホみたいなので、うん、管理されていらっしゃいますので、そういったものを、まあ、ここにね、入れておくこともできますよ。さら、はい、にここにペンを横にでも大丈夫。あ、それぐらいの余裕はあるという感じ。それぐらいの余裕はあります。ただ、きっと休憩時間に自身のね、あの私物の携帯もいじるでしょうか、うん、そういう時にはここにもこう入れておいていただくことができますので、はいはいはい、はい、モバイルフォン、ここの辺には2つ入るような容量になっています。あ、なるほど、そういうことか、うん、そういうこともできる、はいはい、今回の場合はあのラッピング用のカッターと梱包作業用のカッターというので、今カッターを2つ入れるという例にしておりますけれども、うん、まあ、こういう風に端末を入れておくこともできる、本来はモバイルケースなんですよ。なるほどね。で、作業するときにちょっとこう広げてね、置いといてこっちで作業するっていうのもあるんですけど、うん、こう全開になるから見やすい、うん、はい、そして偉いのはつこのカラビナがついてる、カラビナがついてる、カラビナがついてるからベルトループにつけることもできますし、はいはいはい、ね、ベルトループに入れておくとやっぱりちょっとこう揺れるわけですよ、うん、ブラブラしてなんかちょっとね動くと気持ち悪い時あるってことあるじゃないですか。そういう場合には後ろにちゃんとこうベルトそのものを通す、はいはい、そういうバンドが、まあ、大体はまあこっち使いたいな。じゃあ忘れてました今、まあ、カラビナがついてるんで、販売に必須のメジャーをつけておけるんで、通路幅とか消防法大事なんで、このでこう重機幅とか測るんですね。なんかね、カンさんからね、この販売員あるあるいつも聞かされて、毎回あーっていうので勉強になるんだよね知らない世界のあるある面白いね絶対あるあるなんで、絶対あるあるなんですよ。メジャー持ってるとちょっとね、さすがやるねって言われるんです。訂正印と付箋とメジャーっていうのは、うん、持ってるとちょっとできるかも出せる相手、あ、
それ全部入る。いいですね。これがまた謎じゃないですか。そう、なんでわざわざそういうベルクロのものがついてるのかなってちょっと分かんなかったんですけど、これがリュックの箱につけられるようになって、今さんざ聞いて販売員じゃない自分たちは一体何に使えばいいんじゃみたいな感じで思ったことがあると思うんですけど、はい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 、旅行の時めっちゃ便利です。これなるほど、ここにスマホ入れといてとか、はい、貴重品カード系クレジットカードとか入れといていただいてもいいですし、パスポートとか入国あの書類とか書くときに軽く入れといてもらったりとかしてもいいわけです。でこれここにつけられるから絶対取られないしすぐ取るね。なるほどね。で、まあ僕なんか喫煙者なんで、例えばここにねアイコス入れといたりとか、そういうのも全然いけるよね。これでも1個で外出できちゃいますね。なんか外出可能です。男性ってあんまり荷物ないからね、それだけでいけちゃいます。手ぶらでいけます。これを持ってカラビナでここつけて、そうそう、もう最近ねキャッシュレスだから、なんか財布持ち歩くこともだいぶ減っちゃったからさ、普通にスマホだけ入れて、なんかいろいろと身の回りのもこれに入れて腰に下げて、あ、意外となんかサイズ感も結構考えられてるし、いいねこれ。いいですよ。え？いいです。しかもそれがあんまりこういうバッグ類とかペンケースとか作ってそうに思われないパイロットが出してるっていう。おー、パイロットのスタイリッシュシリーズが大好きで、はい、他にもいろんなポーチとかも出してるんですけど、素晴らしい。地味にちょっと俺これ欲しくなってきたから、これ買おうかな。スマホって今大きさどう？あ、これは、ファーウェイの一番新しい、P30 Pro、はい、で、これがピタッと入るサイズです、うん、で、だいたいお店で管理してるのだとこのくらいちょっと小さめの、もうちょっと遅いか、まあ、4.7 インチぐらいのそういうのと、まあ、iPhone の大きいやつでも、まあ、入りそうな感じではあるかな。そうですね、これアニさんですか？ 10S Max。 あ、入ります入ります。内側の、はいはいはい、外側は入ってないかな。外側は入ってないかな。外側は入ってないかな。いけたら嬉しいですか。あ、いけるいける。あ、嘘、入った。いけるいける。あ、すごい。いける、やった。はい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 。じゃあちょっと細長です。あ、買います。やったえ、でもこれ欲しくないのか。欲しいですよ。このサイズのポーチで結構うまく自分にマッチするものってあんまなくて、うん、機能的になんかちょっとここのポケット欲しいなとか、結構思うんだけど、これはほぼほぼ理想に近いかもしれんな。そして、キャンデさん見てください。はい、内側が明るい、探しやすい、ね、さっきのね、そうです、はい、ネオクリスセルフとか言ってましたけどもそう、こういうポーチとかペンケースの中はね、明るい色の方が圧倒的にいいんですよね。見やすいですね、やっぱこういう一貫とかも暗い色とかも見やすいです。うん、はい、ね、あ、ネットのところのなんかタグスなんて書いてある。あ、これコーデュラ。コーデュラ、じゃあ生地も。そう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 、耐久性が高いやつ。あのね、パイロットのこういうバッグ系とかポーチ系ってコーデュラ使ってるんですよ。へえ。うん、なんか非常にこう擦り傷とかにも強いし、引っかき強度もあるっていう、頑丈なやつなんですよね。基本的にどこかにバッグに入れとくっていうものではなくて、うん、外にこう出しっぱなしなものなので、うん、やっぱり生地とかも耐久性のあるものじゃないといけないねっていうところですが、そこもちゃんとやっぱり考えられてるんですよね。なんかこれはさすがに文房具じゃない気はするけど、でも買います文房具を入れるものということですね。はいはいはい、ね、だってね、ペンも入るしね、カッターも入れてたしで、ね、全然ありだもんね。はい、すごい。ちょっとね、パイロットのは盲点だったな。そうか、ぜひこちらも年末年始旅行に行った方で、ちょっと小物がどっか行っちゃったとか、はいはいはい、しちゃったよっていう方にも見直していただきたい。なるほど、便利ということで、はい、今回ね、カンさんおすすめの仕切りが多い系3点、はい、はい、やっぱね、僕みたいなこうガジェット好きだと、ポケットが多い入れ物ってすごいそれだけで安心するんだよね。うん、ここにケーブル入れられるとか、
ここにモバイルマウス入るやとか考えてるだけで結構幸せになるので、そういう意味ではね、今回のこれはこのリヒトのオルタナのハードシェルもすごく使いやすそうだし、で、まあモバイルポーチこれいいなぁ。よかったです。いいなぁ、ね、モバイルポーチはカラバリとかってあるんですか？3色展開で、全部あの落ち着いた色味のタイプのものなんですけども、その辺はね、冒険しないのがパイロットらしい感じなんですけどね。そうなんです、ね、ただどうしてもね、あのガジェット系の方は結構いつもいろんなの探してらっしゃるので、ご存知だと思うんですよ、今回はあの私はそんなにガジェット派ではないんですけれども、整理が苦手、こういうクリアホルダーさえもカバンの中で置くタイプ、年末年始同じものがいくつか出てきた人たちは、絶対こういうの使うべきなんです、あの全部俺です。仲間ですね。全部僕です。というわけなので、あの年末年始にね、あのどうして自分はこうなんだろうと落ち込んだ方々は、あのご本人が悪いのではなくて、使ってるツールが悪かったということで、そうあのツールを変えれば大丈夫です。むしろあの高機能なものを使ってても、やっぱり側が高機能じゃないと、その本領は発揮できませんので、側も見直していただきたいと思いました。母さん、いいこと言うな。そう、あのね、本当に自分が悪いんじゃないの。そうなんです。物が合ってないだけなの。そうなんですよ。ね、そうなんです。なんで、まあ、僕らみたいな仕事でこうご紹介しようっていう感じだからね。私は悪くない。悪くない。新年気持ちよくやってまいりましょう。はい、以上でございます。はい、ありがとうございました。